3年半に前に起こりました福島の原発事故。まあ、最初の時はですね、ほとんど情報が出ておりません。えーまあ、あの私も必死になってその頃、いろんな情報を出しましたんですけども、えー、と最近ではですね、まあ、かなりいろんなところからですね、例えば食材であるとか、まあ、あの汚染の状態に関する、えー、情報が出ておりましてですね、 え、とてもネットが役に立つんですけども、え、この前東京新聞にですね、東京湾の汚染の記事が出ました。え、海の汚染ですね。そういうこともありまして、ちょっと簡単ですけども、現在の海とか魚の汚染状態がですね、大体どんなものかというものを整理いたしました。相変わらずあの、食材の中で一番危険なのが魚なんですけども、 まあ、あの、も、その中でも最も危険なのは、まあ、福島産の、まあ、近海魚であるということですね。まあ、最近の測定を見ましてもですね、およそ1キロ40ベクレル程度が、ま、危険の限界なんですけども、まあ、鈴木のようなものが500ベクレルっていうのもありますし、まあ、えー、特別なものじゃなくてですね、えー、2、300ベクレルって多いんですけども、ヒラメが120ベクレル、マコガレイ180ベクレルっていうようなところがですね、えー、ちょっと高いんですね。 それからマダラがまあ60ベクレルというところで、これはあの、3年前とほとんど同じですねえ。スズキとかヒラメとかマコガレとかマダラ。まあ、こういったですね、まあ、近海の、まあ、どちらかというと白身系の魚。<laughs> これがですね、えー、高い値を示していると。もういうことですね。ただあの、当時はですね、えー、福島を中心としまして、まあほと、ほとんど福島産の魚はその頃ものすごい えー、汚染度だったんで、むしろ、その、それはもう食べないのが当たり前で、どちらかというと、その、宮城さんはどうかとか、いば、茨城さんがどうかっていうような感じだったんですけども、えまあ現在は福島さんが危険であるということで、福島以外ではですね、まい大体ギリギリのものはあるかなという感じですから、慎重な方はですね、やっぱり、茨城あの、福島を中心として茨城、宮城というところは注意をすると。 言う必要があるかと思います。で、これは、あの、もう今、規制されてるじゃないかっていう話があると思うんですけども、これはですね、国がやっぱり <laughs>、誠意を持って規制してくれてれば、もう国の規制通りでいいんですけどね。ただ、あの、今、市場に出てる魚は1キロ100ベクレルで規制してるんですよ。これはですね、役所の,あの縦割り行政で、変な話なんですけど、縦割り行政でそうなってるんですね。つまり、えー、空気中からも被爆しない。地面からも被爆しない。 他の食材からも被爆しないというような状態ですね。これはあの西日本に住んでる人とか、それからあの外国に住んでる人はそれでいいんです。ですから、今の日本のですね、食品規制はですね、福島原発の爆発がなければっていう変な規制になってるんですね。だから、まあ、東北関東にお住みの人、もしくはそういうとこからの食材をある程度食べたり、旅行したりする人はですね、やっぱり1キロ4 0ベクレルぐらいを限度にしないと、 合計すると1年1ミリシーベルト超えちゃいますからね。今お役所は非常に面白いんですよ。空気中だけ1年1ミリ。それで食材だけ1年1ミリ。それで合計すると2ミリか3ミリになっちゃうじゃないですかって。いや、他の役所のことは知りませんよって。まあ、こんな感じなんでですね。まあそれを大体、た、え、い、ー、まあ、半分ぐらいというのが妥当かと思います。それからまあいい点もありましてですね。 チェルノブイリの時に、まあ、チェルノブイリは内陸なんですけども、そこから上空に上がった放射性物質がですね、太平洋に降ったんですね。で、太平洋の魚に次々と移っていったんですけども、それは私の記憶ですとですね、もう20年ぐらいか前に読んだ記録なんですけども、記憶なんですが、まあ、大体小魚が最初食べましてね、プランクトンを食べますから。 それで、それから小魚を大きな魚が食べていきますので、3ヶ月ごとに小さい魚、中型の魚、大型へと移っていったわけですね。ですから、まあ、最初は、まあ、あの、今度の場合ちょっと違うんですね。あの、チェルノブイリは上からドサーッと降ったんですが、今度は、福島原発から海に直接流れるっていうやり方をしてるんで、それで違うのかもしれませんけれども、幸いなことに中型とか大型、もしくは、 海魚の方にあまりまりだ行ってない,っていうことですねこれ、今後どうだか分かりませんが、大体いい今、ブリが3 0 0れぐらい、マグロが1ベクレルぐらい、それからもう私なんかも好きなんですが、サンマですね、旬のサンマはほとんど汚れておりません。良、まあ、かったという感じですね。魚の間をその放射性物質が移動しているのは確かなんですけども、今回はですねチェルノブイリなんかと違って汚染がものすごく大きいんですよ。 チェルノブイの時はですね、魚が汚染してるって言ったって0.0いくつベクレルだったんですけど、今度はもう膨大に汚染してるので、まあ、違う傾向が出てもそれは仕方がないかなと思います。それからもちろん魚が汚染されてるのは海が汚染されてるからなんで、まあ、魚にしちゃ迷惑な話なわけですが、えー、東京新聞がですね、東京湾の汚染状態を公表、まあ、記事を書いております。東京新聞偉いですね、 あのまあ当たり前っていえば当たり前なんですが、もともと我々がテレビとか新聞とのを読んだり見たりするのはです、ね、それから新聞なんかお金払ってるんですが、それはまあその危険を知らせてくれるわけですね。まあ、この頃東京の新聞でね、えー、っと危険を知らせてくれる新聞は東京新聞しかありませんよ。なんか誰かが左翼の新聞とか、左翼とか右翼とかそういう思想と関係ないですよ。だって、汚染されてるのは汚染されてるんですからね。 で、まあ、東京と千葉の境では1200ベクレル。今、ま、一、あ、1キロですけどね。荒川河口で400ベクレル。それから、東京湾全体ではですね、あの、広いところはだいたい40ベクレルぐらいで、東京新聞は中心部は汚染が低いというふうに書いてありましたが、まあ、確かにですね、1200ベクレルとか400ベクレルくはとんでもなく高いので、それに比べれば低いんですけどですよ。 えっと原発で使ったものを外に出したときに、これはいけませんっていうのは、1キロ100ベクレルなんですよ、それを超えますとね、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金なんですよ、だからえと、低いと言われてる東京湾全体の40ベクレルでも相当なもんでね。 えまあ東京湾管理してるのは都知事ですから、都知事がそこに汚染物質をそのままにしといていいかっていうと、あと、瓦礫を運んだ運搬業者なんかは、本来逮捕されるかなんかするんでしょうね。まあ、今はもちろん、あの、えー、いろいろ環境省とか悪さしてですね、基準値を上げたりいろいろしてますから、現在の規定では違反にならない、なんていうふうに言うかもしれないんですけども、我々の健康はですね、 福島原発が爆発したから放射線に強くなるんだってことありませんからね、そ,そんな馬鹿らしいことは。だから、福島原発事故の前に決めた、事故法なんてうのはダメですからね、事故法。何かことが起こってからの法律ってのは、もともと許されないことになってるんですよね。それはまあ当たり前のことなんですよ。ですからまあ、事故法なんていうそういう野蛮なことは言わずにですね、えー、まずは、あ こことが起こる前ですねもう一つちょっと心配なのはですね実はあの今度の福島原発事故で漏れた放射線量はですね2011 200年の3月だけでで広島原爆の200倍なんですよ、ね、まあ文化系の方でねまあ我々と立派な人が違うことを言ってるんで僕も胸が痛いんですけどね福島原発あの広島原発でも,何原爆でも何も起こんなかったじゃないかと言ってるんですけど200倍ですからねまあ文化系の人って 0.1倍も200倍も分かんないんですかね、そんなことないと思いますけどね、ですから気をつけなきゃいけないんですよ、つまり今度の状態、まあ、今でも海に流れてるんですけど、今度の状態はね人類初めての体験なんですよ、ですから、まあ我々の健康自体もありますし、我々の子供たち、それからわが産んでいく子供たちにです、ね、どのように影響があるかっていうのは分からないんですね。1年1ミリシーベルトでで日本人で人の 重篤な遺伝性疾患および致命的発がんが出ると、まあ、これはあの国立がんセンターが公表しているデータなんですけれども、その8000人でも結構多いですよね、8000人でも多いけども、これから30年にわたって、ですねかなり長期的に汚染されたらどうなるかっていうのはね、これは容易には言えませんね。 あの、今度、温さ山の地震でですね、まあ、レベル1でずいぶん多くの方が亡くなりました。亡くなった方は残念でしょうね。それに対して、えー、噴火予知会長はですね、そんなことは火山だからしょうがないじゃないか、どうせ分かんねえんだ、ってなこと言ったんですが、分からないことは言わないことがいいんですよ。言わないというか、分からないと言わなきゃいけないんですよね。だから、私がずっと放射線で言ってるのはですね、1年1ミリというのを決めたんだと。それ以外は分からないんだと。 わからないことを大丈夫だと言ってる人は多いけど、御嶽山の噴火と同じことになっちゃったら、どうするんですかね、一体だから私はね、科学者っていうのはです、ね、僕、科学者なんですけど、科学者はですね分かってることは分かってること、分かってないことは分かってないことって言わなきゃいけなくて、なんか原発やりたいからとか、ですね左翼が嫌いだからとかね、そういう変な理由で、ですね大丈夫だっていう人がまだいるんですよね。 大丈夫だっていうのはこれから20年か30年経ってやっと半分ぐらいわかるってことですからまあここは一応慎重にした方がいいんではないかっていうのがですねもう私のアドバイスですまあ割合と情報も行き渡っておりますからまあここでですね俺は原発大丈夫だと思う人がいてもそれはそれで構いませんけどね被爆大丈夫だっていう人もいても構いませんがしかし変ですねこんな状態で原発を再開しようとしてるっていうのがちょっとこれも慎重